こんにちは、茅ヶ崎ハラオです。今回は、スー紙の福袋を開封していきます。紙本の福袋で綺麗に開封できなかったので、今度こそリベンジしたいところです。前回余計な部分を切ってしまった反省から、ハサミを開いた状態でテープだけ切るように心がけます。綺麗に切れましたね。反対側も同様に切ります。このチャンネルはハラオさんの成長を見守るチャンネルです。応援よろしくお願いします。というか、こんなに側面までギチギチにテープで留める必要なくない？底面も手術のように丁寧に切り離していきます。まあどんなに綺麗に開けてもゴミ箱に丸めてシュートされるんですけどね、初見さん。正面な性格なので気になるんですよ。お、無事に全部切り離せましたね。中身は10本。スー紙はソフトの側が全部同じなので見た目では何もわかりませんね。ぎっちり入ってるんで底側から押し出します。それではソフトを見ていきましょう。マーベラス、もう一つの宝島、名前は聞いたことある。色あせがやばい。うわ、ファイアーエムブレムなんて入れちゃっていいんですか。北斗の剣6、スー紙で6本も出てるの。やっぱり痛みがあるソフトが多い感じですかね。こんな破れ方する、値札はなしたのかな。パニックボンバー W、落ち物パズルでしたっけ。ワンパク小僧、チェック済み。バトル、マスター、これは全く知らない。裏面のホップが黄ばみやすいとかそういうのあるんですかね。これまたすごい検色ですね。あ、アクトレーザー。最近リメイク版が出たアクトレーザーじゃないですか。やばい。ゲームの映像を使ってしまった。裏面もよく見ると違いがあるんですね。カルチャーブレーンの飛竜の剣です。昔ゲーム王国っていうテレビ番組でよく扱われてましたよね。ルーナイト、全く知らない。サンライズって書いてあるし、アニメ原作のゲームとかですかね。3D シューティングゲームです。これはかなりやり込んでましたね。何年経っても色褪せない名作です。スイッチがミニスー紙でプレイできるので全人類みんなプレイしてくださいね。
光稜戦記マダラ2。なぜか持ってましたね。踏切を待ってるシュフとかが出てきた気がします。説明書がないから難しくて何にもわかんなかった記憶が。以上の10本でした。ファミコンと同じようにスイッチで遊べる理論で行くならファイアーエムブレムとスターフォックスは遊べますが、それ以外は最近のハードで遊べないものが多いですね。スーファミはあんまり詳しくないので、この中で面白いゲームとかコメントいただけると幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。